はい、前、はい、後ろ、はい、右、左、はい、前、後ろ、左、あ、右、ごめんなさい、左、後ろ、前、左、右、はい、後ろ、前、左、右、大丈夫？次、前足を軸にして1で90度ターン。で、この時に今やってるけど回りすぎてこんな風に揃えちゃう人じゃないよ。足のこの形をしっかり決めたところは回っても同じ歩幅。290度、390度、4、1周ね、これで。はい、いきますよ。今度ね、逆回りします。この状態から逆回り、逆回りね。はい、じゃあ行くよ、よーい。1、2、3、4、よくからそう。2、よくからそう。意味ないよ。はい、行きます。まずは構えた状態から、ワンツー、相手を打ってくる。そしたら、まずね、受ける練習いきます。はい、ワンツー、受ける。で、このまま、ゆっくりと、打っていきたいと、まあ、ちょっと詰めていきましょう。グループ、ワンツー、で、ツー、で、受ける。内側受ける。はい、じゃあ、ワンツー、はい、ワンツー、ワンツー。で、これやると絶対出てくるのが、え、受ける。絶対出てくるから。こんなじゃ当たんないから構え、しっかり構え、手の構えさせていけば、まあ、最小限で受けられるでしょ。だから倒る前に起きなさいって言ってる。わかる？これを下がった状態からワン、ツー、ワン、ツー、当たっちゃうよ。じゃなくて顔の前に構えておけば、このままで最小限の動きでいいわけでしょ。だから、まあ、話を戻すと、はい、ワン、ツー。そしたら今度、逆、落ちたら、ワン、まずは、ね、相手の拳に対して、ね、軽くね、構えた状態から構えて、どう変える、そういう練習からいきましょう。順番的に、はい、ワン、ツー、すぐ返し。したら、交代して、ワン、ツー、すぐ返し。そう。いきます。はい。ワン、ツー、すぐ返し。はい。ワン、ツー、すぐ返し。ね。いきます。相手の攻撃、ワン、ツーしたら、すぐ返しただけです。ワン、ツーで、すぐ返して当てるんだよ。それを、はい、待って、ワン、前に出る。ワン、そんな差があって、返せないから。この間合いをキープしたらワンツー当たる距離でここに返す。それを返せないよ。あるよ。く前を理解しないでください。はい、戻って戻って、相手がワンツー受けて今やったらここまでね、ここまでやったよね。はい、次、はい、ワンツー次から下段まで、もう一回ワンツー次から下段まで、あんまり強く打つ必要ないからね。今はもう目の中、はい、タン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 、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。で、それをね、逆から、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。さあ、今度いきます。はい。はい。ダンダン、ダンダン。はい、ダンダン。と、この状態。はい、じゃあ、いきます。この状態から、相手がワン、ツー、ってくれる。ワン、ツー、しっかり、しっかり、さばいてよ。みんな、しっかりがダメですね。なんか、こういうことですね。こんなことやってくれると、ちょっと、もう、入っちゃうよ。しっかり、ダンダン。脇を絞って、トーンとつなげて全然入んないから、まあいいや、見て、ワン、ツーやって、今やって、ワン、ローキックしたら戻して、ハイキック、OK、ワン、ツー、ハイキック、ハイキック、OK、さあ、手で上げてくださいよ、はい、あ、これ、やってる人がいます、はい、じゃなくて、今やってるのは、ワン、ツー、すぐ下段打ったら戻してすぐクイックです。戻して床に触った、
パーって。だからこれもこういう打ち方もね、あのね、テコンドーを教えてるからこういう打ち方も確かにあるんだけども、そう今やってるのはそうじゃなくて、ワンツー打ち、ロー打って戻して床をタッチして、そのタッチして蹴る力、おー力出してる、分かった、クイックだよ、はい、次が伊藤さんから、あ、奥足の前蹴りを相手を打ってます、前蹴りを打って、それのさばいて、またさばきなきゃいこうか、はい、じゃあ打ってきたところを必ず前も、初めて聞く人もいるかと思うんですけど、打ってきた側の基本までの間に合わないではしょうがないけど、原則としては対角線、右足で相手が打ってきたら右手、こっちの手は残して下げる、で今ちょっと回す、あの回すとこまでいかなくて下に下げていただいて、下に下げるぐらいでいいです、はい、2、下に下げる、3、3、4、こっちでやらないように、おこっちでやらないね、返事を食らったらそのままね、ガーンとくるわけだから、この手は残しながら、ね、しっかりね、受けるです、はい、じゃあまずは、お返しだけでいいですから、はい、やりましょう、はい、並んで入ってきてもらいます、まあね、なんていうのかな、組み手出しの普通のファイティングスタンスのままね、受けられなくもないです、当然受けられなくもないです、でただ、組み手的なそのアプローチというか概念で言ったら、今組み手出しで 50-50 になってます、ちょっと今打ってきてもらいます、でこの距離、でこの距離をキープしてあげる、でもう一回打ってきてください、で打ってくる、当たる、はい、じゃあ次打ってください、はい、言ってるか分かります、これだと何もしないと当たります、はい、間合いが伸びる、なぜかというと、はい、そう、組み手出しで当たるところ、組み手出しで当たるところ、さっきフォークスタッチで、人を回してやったところなんです、フォークスタッチに変えると、間合いが変わるんです、高々10センチ、まあ、10センチぐらいだと思います、10センチでも、フルで当たるこの距離から、フォークスタッチになっただけでも当たるんですよね、距離が変わる。で、それに、こういう形になる。組み手立ちでやるとたまにはやっぱ当たる場合があるんで、こうやって、まあ、それを受けないよりはマシなんですけど、これをこのままこう打ったままこうやるとさらに、なんだろうな、安全に避けられて、まあ、次につながる、まあ、次簡単やるんですけど、つながりますから、ちょっと最後使いだけ受けるときに、ちょっとこんな感じなんじゃないの、こうやってやめてよ、ただ単に中心をもうこのまま立てたまま、こう打ったときに変わるだけ。はい、相手が前蹴りを打ってきます。そのままローで返します。もう、簡単に。だから、ね、あんまり不動作くらいですね。このまま、下がってから遠くなる。で、下がってから遠くなってしまうので、この状態から最低限やって、ボーン、当てるね。はい。打っていきたいと、もう、先生に、もう一回。はい。1、2の、いや、バレーでやってるよ、はい、特に、はい、1、2、すぐ返す、わかった、足がつくかつかないかの時にね、返すようにしてください、はい、落としてバーン、ね、返す、はい、まあ、今、つくかつかないかぐらいにやりましょうって言ったけど、両方的にはさ、このままこっちにやれば倒せるわけでしょ、足がつく前になれば、だから早く返さなきゃダメってこと、はい、大事な次、はい、じゃあ蹴ってローを蹴したらこの、まあ、ローで相手の太ももを蹴る、でそのまま蹴ったら前に落として後ろ回し、ダーンダーンダーン、後ろ回し、はい、入ります、はい、片手で受けてる人、なんか適当にこうね、受けてる人違うよ、このまま受けたらゴーンと来るよ、必ず、はい、両手で受けて、しっかり両手で受ける、できれば両手で受けてこのまま下げる、両手で受けて下げる、前蹴りと一緒、前蹴りの使い方と一緒で受けたら内側向けで、ね、下に戻る、まあ今そこまでやってくるけど、必ず最後両
両手で受ける。片手だとそのまま持っていかれるよ。フルでやられた時に分かった。攻撃はワンツー、はいワンツー、はい前蹴り、はいワンツー前蹴りね。で今日やった部分を例えばワンツーだったらバンバンバン2回、はい、で前蹴りが来たら反撃したらロー返す。で前蹴りが来たら、はい、ローキック返して後ろ回しやるとか。で返しの時は返しの時はね後ろ回しローキックを受ける。